けえことはいいんだよ。それより、何か。ようなら産業でよろ。嫁嬢コンテストを出る気になったんだって。うわ、まさかの一行で、どうなの、本当なの。イグザクトリー、その通りでございます。そうなんだ。でもさ、なんで急に出る気になったの。昨日はあんなに嫌がってたのにさ。そんなのロボ部のために決まってるだろ、上皇。ロボ部のためね。何か問題でも。いや、橋田さん、どう思う。理由はどうあれ、やる気になってるならいいんじゃね。それじゃあ優勝できるように俺たちも協力するよ。だったら鎖骨ペロペロさせろ。そうだね、まずは何から始めればいいんだろう。やっぱり見た目。そのボサボサの髪と、あとだらしない格好は何とかした方がいいよね。さらっと失礼なこと言ってね。コナちゃん相手に遠慮したってしょうがないでしょ。なんなら元気くんとロゼッタにでも聞いてみたら。元気とロゼッタ、それってガンバレルの主人公とヒロインじゃね。お、俺のこと知ってるのか、光栄だな。なん俺は元気、怒涛元気だ、よろしくな。この声は、確かに元気くんの声。はじめまして、私は勇気ロゼッタです。よろしくお願いしますね。しかもロゼッタタンまで。はあ、大丈夫ですか、脈拍が早くなっているみたいですが。ご心配なく。つうか、これなんなん、ボット。さすが、よくわかるね。コナちゃんが作ったんだって。どうや、でも声だけなん。私のポケコンの中にいるけど、私のだから見せてあげなよ。そこなんとか、減るもんでもなし。だが断る。だがそれも断る。ぐぬぬぐぬぬぬ。ちな、ロゼッタ空気説について一言。あれはストーリー展開的に仕方ないと思われ、さらに言えば登場が少ない分妄想がはかどるわけで。けど、まさにその通りですぞ。ネットではビアンカとビオレッタが真のヒロインって言われてるけどさ、僕はビオレッタはどうかと思う。それな、ビアンカはいい、でもビオレッタ、てめえはダメだ。しかして見せてくれるの。だからって心を許したわけじゃないんだからね。
おお、これは確かに元気くんにロゼッタターン。よっ、俺元気。あんたは？僕は橋田イタルダオ。橋田さんですね。ロゼッタです。よろしくお願いします。よくできてる。そらそうよ。おいおい、あんまりジロジロ見るなよ。そんなに見られると恥ずかしいです。おお、ちゃんとこっちの言葉にも反応してくれるんだね。当たり前ですがな、私が作った高性能ボットなんで。これボットって言いつつちょっとした AI だよね。ほほう、すげー。あ、でもこの子たちもっと高性能な AI にできないかな。はっ、高性能な AI ってアイリみたいな。え、何言ってんのヤシオキュン。アイリタンは人間でしょう。あ、いや、俺が言ってるのはそういうことじゃなくて、まあ、いや、なんでもない。ん？でもさ、高性能な AI ってそんな簡単にできるもんなの？いや、まあ僕は専門家じゃないからそこまで詳しいわけじゃないんだけどさ、でもディープラーニングできるようにしたりさ、あ、架空の記憶を作ってやるってのもいいかも。僕の友達が記憶を持った AI っての研究しててさ、フラウタンならそれくらい。あの、橋田さん。なん？そんなの簡単にできるわけないだろ、上皇。ああ、プログラムなめんな。あ、いや、まあそうだよね。うん、素人考えなんで気にしないで。イラカベ、イラカベ。お、おい、フラウン、大丈夫ですか？コナちゃん、怒ってるの？別に怒ってないですけど。とりあえずさ、話をコンテストに戻そうか。まず最初に確認しておかなきゃいけないのはコンテストの審査基準だよね。外見はもちろんのこと、作法、所作、教養などを総合して審査いたします。なお本コンテストは幅広い世代を対象としておりますので、年齢による優劣はありません。磨き上げたあなたの魅力をぜひアピールしてください。だって予想外に本格的すぎ。わろた、とりあえず身近な人を参考にしてみるとか。
身近な人ね。そう、誰かいない？みんなが憧れるような女の人。ほら、瀬宮美咲城とかどう？前はエグゾスケルトン社の広報としてみんなの憧れ的存在だったじゃん。ミサネーか、確かに美人で頭はいいけど、ただみんな知らないだけで、あの人の場合どっちかというとメンタリティは男に近いんだよね。俺としてもそういう目で見られないし。暑いんですけど、アクしろよ。あら、今日は面白い顔ぶれですね。はい、天王寺ナエですけど。そうだよ、ナエさんなら美人で教養もあって健康的だし。はい。大人っぽくもあり少女っぽくもあり。ぐぬぬ。なんですか、急にそんなに褒めるだなんて。ひょっとして何か企んでます？いやいや、そういうわけじゃなくてね、これから嫁女コンテストに出るフランカンにアドバイスしてくれる人を探しててさ。それでナエさんならって思ったってわけ。アドバイスなんて別に必要なくね。あと、モナちゃん何言ってるの。アドバイスもらわないとこれからどういう対策すればいいかわかんないでしょ。そんなこと頼んでないわけだが。実は私も出場することになっちゃいまして。え、ナエさんも？はい、ですから同じ出場者同士協力したいのは山々なんですが、私もそういうことに関しては人様に助言できるような人間ではなく、むしろ私が助言してほしいくらいで。でも他に何かあったら協力しますから。というわけで、本番ではライバル同士ですけど頑張りましょう。おつ、先生はともかく、ナエさんまで出場か。これはなかなか厳しくなってきたね。デュー、みなぎってきた。
絶対に負けられない戦いがここにある。ルルルル、ご飯持ってきました。私の宝物。まあダブってるからいいんですけどね。でもこのままじゃそのうち餌が足りなくなると思われ、まあその時はその時で。コンテストの対策を考えました。まさか自分でコンテストで勝つ方法まで考えてくるなんて。これは本気かもしれんね。で、その方法って？まず服を脱ぎます。そして畳みます。それは。コーヒーを入れます。コーヒーに下剤を入れて出場者に配ります。服を着ます。みんなポンポンペインで危険。私大勝利。いやダメでしょそれ。っていうかそもそも服を脱ぐ必要あった？ネタにマジレス恥ずかしい。せやな。ネタ？下剤はネタじゃないんで。だからそれ自体がダメなんだった。じゃあ審査員を買収する方向で。却下だよ。
うなったら奥の手で行くしか。一応聞くけど、それどんな手？知り合いのスーパーハッカーに頼んで投票システムをハッキングしてもらう。いや、だからダメでしょ。ていうか、知り合いにハッカーまでいるの？ツイポで繋がってる。ただし、会ったことはない。どっちにしろ、会場で紙に書いて投票するらしいから、ハッキングも無理だと思われ。クソが。まあ、そのスーパーハッカーさんとやらもそんなこと手伝ってくれないでしょ、上皇。ダッシュ氏の何を知っているというのか。知ったふうなことを。イラカベ、イラカベ。とにかくさ、そういうずる賢い方法じゃなくて、コンテストに勝つ方法を。無理ぽが。え？成功法だとどう考えても勝てないだろ、上皇。そんなことは。つうか、嫁嬢コンテストから漂う時代遅れか。どうせなら男子同士のフィーリングカップルにするべき。宮城先輩とメガネを出場させれば優勝もあるかと。うわ、妄想がはかどるな。手に変な妄想しないでよ。妄想くらいさせてあげてよ。そもそも男同士のそういうのの何がいいの？俺には全然理解できないよ。オモが嫌いな女の子はいません。むしろ常に欲してると思うべき。ホモくれ、ホモくれ。とにかく話を戻すけどさ、そういう偏った方法じゃなくて、もっと真面目に勝てる方法を考えようよ。は、真面目に考えた結果なんですが、真面目に考えて勝てる方法はこれしかないんですが、そもそも私が出て勝てる確率なんて微粒子レベルも存在しませんが。どうせみんな分かってて出ろって言ってんだろ、こら。私みたいな変な子が優勝できるわけないでしょ、上皇。どうせみんな面白がって出場させて笑い物にする気でしょ。なんでそんなに卑屈に考えるの？誰もそんなこと考えてないって。嘘だ。本当だって。少なくとも俺はコナちゃんが優勝できないなんて思ってないよ。またまたご冗談を。だから冗談じゃないってば。いや、もちろんそれなりの努力をしないとダメだよ。だけどちゃんと努力した後にはそれに伴う結果だって出ると俺は思う。1年前の俺だったらこんなこと言わなかったかもしれないけどさ、今の俺は間違いなくそう思っている。あの戦いに勝てたんだって
俺たちが頑張った結果でしょ。これから先のことだってさ、それなりに頑張った結果が未来につながるって、少なくともそう考えてやるしかないんだって。あの時コナちゃんだってすごく頑張ってくれた。それは近くで見てた俺が保証する。だからコナちゃんならできるって、そう信じられるんだ。安西先生、バスケがしたいです。なんで今バスケ？諦めたらそこで試合終了ですよってことですね。わかります。できると思う。できると思う。そこは断言するとこじゃね。でもそういうことならやってみなくもなくなくもなくってよ。そうこなくちゃ。なのでこの前言ってた通り、塩先輩は協力してくだしよ。もちろん。契約成立。橋田さんも協力してくれるんでしょ。ま、乗りかかった船だしね。本当に出たんですってば。ねえ、どうかしたの？それが、その、また見たって人がいて。見たって？確かに、全身つぶ濡れの女の人が夜の道を歩いてたんです。昨日も何人か見たっていう人がいて、それで結構な噂になってるみたいで。ねえ、橋田さん。ん？思ったんだけどさ、これってもしかして例の装置のせいじゃん。いや、それはないでしょう。あれはあの時スバルキュンが壊したはずだしさ。だよね。それでね、問題なのは、その、それもこれも祭りのせいだって人が出てきてて。なんで祭りのせいになるの？ここでこんな大きなお祭りをやってるから土地の神様が怒ったんだって。土地の神様と妖怪の間に関係なんてないじゃない。そうなんだけどね。それで私、社長に調べろって言われたんだけど、怖くて。ヤシオくん、調べてもらえないかな。
俺？だってもし本当にそんなのが出たらと思うと、橋田さんでもいいんです、お願いできませんか？わかったよ、調べて原因を探ればいいんだよね。やってくれるの？うん、俺もちょっと気になるしね。橋田さんはどうす？濡れ嫁女ってことは濡れ濡れ美少女ってことだよね。何その萌え設定？え？しかも人外とか盛りすぎでしょ。はあ、あの橋田さん、任せて、僕が絶対にその濡れ濡れ美少女捕まえてみせるを。ありがとうございます。暗いね。そりゃ夜だから。いくらなんでも本当にいるとは思えないんだよね。僕としてはむしろいてほしいわけですが。妖怪に？もちろん濡れすけ美少女に。はあ、でもさ、種子島には昔からいろいろ妖怪の伝説があるんでしょ？そんなのここだけじゃなくて全国にあるでしょ。とにかく一人二人ならまだしも十人近い目撃者がいるってことは何かあると思われ。それはそうかもしれないけどさ、出ないね。やっぱさ、妖怪なんていないって。そろそろ帰る。待って。何？何か聞こえる。またそうやって適当な。本当だって、ほら耳を澄まして。本当だな。ぬれすけ美少女妖怪来た。これねえ、あれってさ、ぬれすけ美少女。あら、あなたたち。教頭先生。あなたたち、こんな時間にこんなところで何をしているんです？俺たちは、まあ、ちょっと。教頭先生こそなんで、しかもその頭。これはその
ちょっとプールに。プール？こんな遅い時間に？別に嫁嬢コンテストに向けてというわけじゃありませんよ。ただちょっと美容のために。その夜に泳ぐのはやめた方がいいと思いますよ。どうしてですか？それはその夜の水泳はお肌の乾燥を促進して逆に美容に良くないそうですから。そうなのですか？はい、最近の学会でそう発表されたらしいですよ。タブーニュースに載ってました。もう、世の中の噂話ってのはこんなもんだよね。橋田さん？よくも騙したー！騙してくれたなー！謝れ！期待に膨れ上がった僕の気持ちに謝れ！知らないよ。あれが本当のヌレヌレ女教師ですか？そうですか。がっくり。それにしても教頭先生にあんな出まかせ言っちゃってよかったの？すっかり信じてたけど。教頭先生がヌレ嫁嬢だって思われてるなんて本人に言うわけにもいかないから。とにかくあの装置のせいじゃないってことも分かったし、これでとりあえずは妖怪騒ぎも収まるでしょ。ルルル。でかくなりすぎ、わろた。いや、今日はもうないので。これは困ったことになってきたかも。とりあえず今日のところはこれでも聞いて。私は分かった。ちょっとだけ。どや。
つまり夜のプールで泳いでた人が帰るところだったってこと？そういうこと。ほら、あの辺り暗いでしょ。そうそう、人間不安な気持ちになると普通のもんでも変なもんに見えたりしちゃうんだよね。妖怪は出ないっていうことでいいのかな。そうだね、大丈夫だと思う。なんだ、ちょっとつまんない。私ももしかしたら本物の妖怪がいるかもってちょっと期待してたんです。私としては騒動にならなくてよかったんだけど。そういえばお兄ちゃん、フランさんのコンテストはどうなってますか？とりあえずコナちゃんは出る気になってくれてるんだけどね。へえ、あのフラウボーが。ただ問題は何をどうすれば優勝できるか、俺たちにも今一つ具体的な案がないってこと。アキちゃんたち何かいい方法ない？いい方法ね。そうですね。ごめん、アキちゃんたちに聞いた俺が悪かったよ。確かにうちらじゃ役に立てないかもしれないけど、それはそれでなんかショック。これはあくまで一般論なんだけど、やっぱりまずは見た目なんじゃないかな。外見も魅力的ですよ。あ、うん、それは私もそう思うけど、でもフラウちゃんって飾りっ気ないでしょ。って私が言うのもなんだけど。いや、それは俺たちも思ってたんだけどさ、ほら、女子のファッションとかってよくわかんないし、そもそも綺麗な格好をしてもらおうにも物がないとダメなわけでさ。この中でフラボーが着て似合いそうな服持ってる人は、何がおかしいの、橋田さん。こういう時に言うべきセリフを言わせてもらうよ。言うべきセリフ？そう、こんなこともあろうかと。お待たせしました、橋田さん。なえさん、それは？ドレスです。橋田さんに頼まれて持ってきたんですよ。
とは言っても私もおしゃれな服なんてそう思ってないので、昔着たもののおふるなんですけど。ナエタのおふる、ナエタの匂い、くんかくんか。そんなことするなら貸しませんよ。冗談でさせん。父が作らせてくれたんです。でもよくそんなの持ってたね。それも父がこっちで機会があるかもしれないって荷物の中に。でももう昔のものなのでサイズも合わないんですけどね。父の中では私はいつまでも子供のままみたいです。でもいいんですか？ナエさんも確かコンテストに出場するんですよね。ほら、昔から敵に塩を送るって言葉があるでしょ。情けは人のためならずとも言いますし。で、肝心のフラーボーはどこにいるの？皆さんお揃いでどうしたん？フラウボーこそここで何してるのさ。暑いのは苦手なのね。まったく、人が仕事をしているというのに。それよりコナちゃん、これ。なんこれ。とりあえずこれに着替えてみて。だが断る。そう言わないで、せっかくナエさんが用意してくれたんだからさ。これは、ナエ様の。ええ、私が昔着たものですよ。ナエ様のおふる。ナエ様の匂い、くんかくんか。橋田さんと同じことしてる。やっぱりダメ！なんで？敵の施しを受けぬが武士の誉れですし。武士じゃないじゃん。とにかくこれはお断りします。そうですか。せっかく用意したんですが、残念です。ナエさん、好意なのよな。じゃあ、せっかくだし、うちが着ようかな。